はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回から4大大会やっていきましょう。で、能力の方ですね。はい、こんな感じになりました。前回からはもう本当に大会しか出してないですね。5、6回出たかな、6回ぐらいだったかも。はい、まあそんな感じで大会にね、いっぱい出して技の方を使い込みました。なのでかなり能力の方も上がってるかなと思いますね。ほとんどね、年齢の方は加算されてないと思うんですけど、で、意外に丈夫さが上がらなかったかな。だからかなり攻撃寄りの、はい、能力になりましたね。はい、そして使い込みを完了したんで、今回は修行に出して、はい、大会に出ていこうかなと思います。まずは修行ですね。さあ覚えていきましょう。まだ技は覚えていないんで、はい、まあできればフェニックスが来てほしいなと。マグマハートでもいいかな。あいつもね結構強いんですよね。多分ノラモンの A だったら一番強いかな。はい、じゃあこれで多分覚えると思います。ああ覚えましたね。よし、でなかなか上がりもいいよ。ここもどうだろう。おいいよ今多分7段階目ぐらいだと思うんですけど、まあそこそこ上がりますね。これぐらい上がってくれれば、うん、ありがたい。お、意外にライフは伸びてるな。まあ丈夫さもね、最終的には700超えてほしいんで。あ、ここ飛ばしてしまったな。まあいいか。あれあれノラモン出てこなかった。あ、マジで珍しいな。じゃあ飛ばしてよかったか。おお、使えて。で、覚えた技はちょっと餌あげてから。まあ餌はね、ずっとビタミンなんで。ほいと。まあ特に反応もないと。そして食べてもらって。で、見ましょうか、技。覚えた技。あ、出ましたね。あ、こっちか。ちょっとどっちかわからなかったんですけど、こっちの方ですね。ファイブボールの上位技。メガボール。賢さタイプで消費ガッツは50。ダメージ S、命中 E。で、ガッツダウン B でクリティカル A、マジで。これすごいな。ダメージ S でクリティカル A っていうのはかなり珍しいと思いますね。おー。あ、命中がちょっと落ちたけど、明らか進化してるな。確かにね、命中はかなり落ちてしまっているんですけど、いや、これは強くなったんじゃないかな。消費ガッツ5しか上がってないし。いや、楽しみですね。相当威力が出るんじゃないかな。うん。よし。じゃあちょっと。オイリーあげて、休ませてオイリーかな。パクパクと。で、休養させて。確か8月2週に大会があったよな。うん、休んでもらって。まあ、大会があれば、オイリー2個で大丈夫ですね。よし。これで完璧なはず。じゃあ大会出ますか、試しますか。さあ行きましょう、ウィナーズハイから。でも確かメガボールはあのザグレフが使ってきたかな、 S ランクの。そんな記憶がある。あいつも頑張って覚えさせているんですよね。さあウィナーズハイどうなんだろう。999出るかな。それぐらい威力がありそう。クリティカル率も高いし。まずはカーマイン戦から。さあ行きましょうか。あ、ファイアーボール正直打ちたかったんだけど、こいつ一発で死ぬ可能性あるな。ファイアーボールも使い込みたいんですよね。無理かな。おわ、デスカッタ食らったぞちょっと貯めてからの、これぐらいだったら死なないか。おお、ギリギリ。よし、OK。もうこれで負けはないだろうから、メガボールを打とう。ちょっと溜めて打ちたいな。多分、カーマイン相手だったら、999出るんじゃないかな。こいつは耐久性能が低いし。で、使った。おお、なんだ。なんだ。ちょっとバグってるか。さあ、メガボール、溜めて溜めて。デスパン、デスナックル。もうちょっとで。99いくかな。ギリだな。あー無理だなこれ。多分99いかない。じゃあ90で打つか。確かメガボールって自爆技でもあったんじゃなかったっけ。あれ、受けられたぞ。
あ、食らったマジ、あ、もう一回いける、もう一回いける、ちょっと、うわー、マジか、無理かな、じゃあこっち打つわ、あ、違うの出た。あー、マジか、外れたな。ただ出ましたね、めちゃめちゃでかい火の玉が放たれていたんですけど、なるほど、あれは当たったら相当威力あるだろうな。さあ、じゃあ次は花に打ちますか、効果抜群っぽい。さて、ルージュ戦、こいつも一発ぐらいだったらファイアボール耐えるかなね、こそこそと使い込みをやりつつ、うわ、マジか、マジか、当たんのかあれ、うわ、受けられた、マジか。じゃあもう一回打って、まあ普通に50でもいいか、まあ打てるときに99で打とう。よし、これでもう負けないと思うんで貯めていこう。花粉 21% か、まあ、21% ぐらいだったら当たる可能性あるよな。さあ貯めて貯めて、ロールアタックと同じだもんな、ガッツ消費的には。さてドレインドレイン決まったらちょっとまずかったかも。いくつまで貯められるかな。ちなみに命中率はいくつ、70ぐらいかな、あ、70切ってるか。じゃあもうちょっと貯めて80で、うん、打ってきたが、うまいな打つタイミング。よし、どうだ、おお、来た、あれあれ、いや999出たんですけど、なんかこっちにもまだダメージありましたね。ということはもう打った時点で反動があんのか、なるほどね。まあそこまでダメージはないんで、こっちに気にはならないんですけど、さっきは別にあのクリティカルが出なくても999出ましたよね。ってことは相当威力があるな。いや、覚えさせた甲斐があるよ。さてブリガンディかわして、こいつ99枚貯めていくつ出るかですね。まあクリティカルが出れば999出ると思うんですけど、それじゃなくても出てほしいな、夢がある。大旋風かわして、よし、じゃあいきますか。ちょっとでもったいない、よし、うわはは、うわ、クリティカルだ。まあクリティカルも期待値としてはあるからな。でもクリティカル内でどれぐらい食らうか見たかったな。まあとりあえずは3連勝と、やっぱりいい感じですね。最大ダメージ技を手に入れたということか。多分これが、うん、ロードランナーでは最強ダメージ技かな。よし、あとは能力、人気はもう100になってるんでね、相当大会に出したんで。よし、まあできれば丈夫さかな、上がってほしいのは。上がらないやたらやたら力と賢さ上がるんだよな。レベルマックスまでいくかもな、この感じだと。よし、まず一つ目は制しましたね。じゃあ次は11月2週の、はい、ワールドモンスターズ杯に行きましょう。さあ2個目の大会、ワールドモンスターズ杯行きましょう。ここはドルーガードがいるかな、あいつ相手だったら結構試せるかもですね。まずはゼーランディアから、さあ行きましょう。お、能力では全て圧倒してますね、賢さも高いんで。今回で900いくかな、それぐらいのレベル。踏みつけ、あれ、踏みつけの位置だった、ファイアブレスの位置じゃないんだ。よし、ちょっとこれ打って、おお、ファイアボールで十分威力出るな。ただ目が打っていくぞ、目が。50で打って当たったらどうだろう、どれぐらい食らうかな。まあ予想としては700ぐらいかな。ん？かわされたのか、かわされたのか。うわー、うわちょっと似たような技あるな、連続噛みつき。結構ドラゴンと技似てんのかもな、物置あるし噛みつきもあるし。まあさすがにドラゴンラッシュはないんですけど、連続、まあちょっと違いますね、噛みつきといっても。こっちの方が若干俊敏な気がする。よし、どうだ、2発目来た、
おお、やっぱり700ぐらい。どうだろう、やっぱクリティカルが出ないと硬い相手だと999は出ないかな。まあもちろんね、賢さの方もレベルマックスというわけではないので、そんな感じになるかな。じゃあこいつで試そう。ドルーガード、賢さ400か。こいつクリティカル出たらファイアボールでも一発かもな。そこまで丈夫さもないし、意外に平均的なんですよねこいつ、ライフと力以外は。で空振って、ファイアボール、よし。おお、ファイアボール強くない？消費があって28でね、これぐらいダメージ出てくれたらかなりいい感じなんですけど、さあ貯めていこう。飛ばされて飛ばされて、ちょっと我慢こっちの突き飛ばし、あ、これか、頭でか。これはこれでなんか首を痛めそうな気がするで頭突きかわして、溜まってきましたね。さあこれでいくつぐらいが出るかな。ガッツ放水が効いて、80なんで当たらないのうわすげえ食らった、自爆ダメージがすげえな。じゃあもう一丁溜まるかな。溜まらないな、なんか外れるな。よし、どうでかいな。お、クリティカルだった、やっぱ出ますね。ってことは750ぐらい出てたのか。700ぐらいか、クリティカルは 1.5 倍だから。さあ、あとはシアラ、こいつはあんまり当たらないかもな。さあどうでしょうか。多分ファイアボールで一発なんで、こいつは普通にメガ打っていきますか。負ける可能性あるよな。ね、前回のザグレフ戦のように回避連発されるとちょっと苦しいんで、じゃあとりあえずポーンと、あ、当たったおお、やっぱクリティカル出ますねこれ。クリティカルの期待値が相当高い。3回に1回ぐらい出るんじゃないかな、4回に1回ぐらいかな、 A だったら。で、お、どっちだった。あー、綺麗にはならなかったか。まあまあ、しっかり技を見れましたね。メガボールなかなか良かったんじゃないですか。まあ覚えさせるのも大変ですしね、これは。さあ、あとは能力何が上がるかな。ちょっと賢さ上がると、賢さの999までいってしまうかも。そこが不安だな。さあどうでしょうか。おおお、力が先に900いったか。あ、今回いいですね、回避も丈夫さも上がっていい感じ、いい感じ。はい、ということで今回は4大大会の前半戦ですね、やっていきました。おお、かなり強くなったな。もうね、攻撃の方はかなりのスペシャリストになってきたかな。で今回覚えた新技メガボール、やっぱり威力はありましたね、さすがダメージ S で。クリティカルも本当に2回に1回ぐらい出てたんじゃないかな今回。うん、かなり出てましたね、さすがクリティカル率で。もうね、本当にクリティカル技と遜色ないぐらいのクリティカル率なんですけど、うん、ダメージは相当出ますね。でガッツダウンちょっと見てやがったな、多分 B だったら30前後削っていると思うんですけど、はい、当たればかなり強力な技だなと思いましたね。うん、てか今回ちょっと使い込んだファイアボールが意外にダメージ出たっていうのもあったんですけど、まあそれでもこのメガボールかなり威力が出ていたんではないでしょうか。はい、それからですね、また次回は4大大会の後半戦を戦っていって、新技の方も覚えてね、はい、やっていきたいなと思いますんで、ご期待ください。それでは今回の動画はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。